宇宙の平和を守らなきゃならない使命があるんだ。僕も大きくなったらウルトラ戦士になるんだ。立派なウルトラ戦士になるためには訓練しなきゃいけないんだ。よし、光線の練習だ。もう一度だ。ふっ、くっ、またダメか。どうしてダメなのかな。こうなのかな。いや、こうかな。よし、もう一度やってみよう。今頃地球ではゾフィー兄さんやウルトラマン兄さん、それにセブン兄さんがウルトラ戦士として悪い怪獣をやっつけてるんだ。ウルトラマンゾフィー、ウルトラ兄弟の長男である。統率力があり、常に兄弟たちの先頭に立って活躍するウルトラ戦士たちの心優しきリーダーだ。ゾフィーがタイラントと戦っている間、中近東のバラージ王国に磁力怪獣アントラーが現れた。ウルトラマン、バラージへ飛べ。ウルトラマン、ウルトラ兄弟の中で一番最初に地球へやってきた、判断力と忍耐力に優れた一級のウルトラ戦士だ。ウルトラマンは無事アントラーを倒した。またその頃、地球征服を狙う防具星人がウルトラセブンに挑戦していた。ウルトラマンに続いて地球へやってきたこのウルトラセブンは、
冷静で強い意志を持つウルトラ戦士である。ウォーダーセブン、くそー。ああ、大きくなったら兄さんたちみたいな立派なウルトラ戦士になって悪い怪獣をやっつけるんだからな。もうこっちだぞ。お前を怪獣退治の練習台で使ってやる。よし。ごめんなさいね。お母さん、怖かったよ僕。はあ、あなたがドックンをいじめたのじゃないですか。だってこいつ僕のこと笑ったんだもん。いじめたんじゃないよ。あなたが何かしなければおとなしいドックンがこんなに怒るはずがありません。怪獣退治の相手にしただけだよ僕。でも怒らせてしまったんでしょ。そりゃそうだけどさ。タロウ、ドックンは恐ろしい怪獣ではありませんよ。彼らは優しい動物です。笑われたぐらいで怒らせるようなことをしてはいけません。彼らも私たちと同じ平和を望む宇宙の一員なのですよ。わかったよ。僕
ク、ドックに謝るよ。そうなさい。さ、降りてらっしゃい。ねえ、ドック。はい。気をつけて。はい。ドック、握手しよう。ごめんね、ドック。よかったわね。うん。さよなら。さよなら。あなたは素直でいい子よ。きっと立派なウルトラ戦士になれるわ。でもね、太郎、それまでに学ばなければならないことがたくさんあるのよ。はい。そうだぞ、太郎。え？お前はまだまだ世の中のことを学ばねばならない。お父さん。太郎、お前はいつもここで怪獣退治の訓練をやっているそうだな。うん。大きくなったら怪獣をみんなやっつけてやるんだ、僕。ああ、みんなやっつけるのか。そうだよ、怪獣はみんな悪いやつなんだもん。太郎、それは違うわ。怪獣にもいい怪獣がいるのですよ。本当？ねえお父さん、本当なの？うん、それは本当だ。太郎、これを見なさい。今現れたのがウルトラセブンが地球へ連れて行ったカプセル怪獣のミクラス。あの怪獣は僕たちの味方なの？そうだ。ミクラスも我々と同じく邪悪な怪獣と戦う平和の戦士なのだ。どうだ、太郎。僕、怪獣にいい奴がいたなんてちっとも知らなかったよ。お前はこれから多くのことを知らなければならない。そのためにももっと見せておきたいものがある。何を見せてくれるの？さ、太郎。ねえ、どこへ連れてってくれるの？大宇宙だ。安心なさい。私たちがついてるでしょ。太郎、怖がらずにこの大宇宙をよく見るのだ。我々ウルトラ戦士の真の目的はこの大宇宙の平和を維持することなのだ。宇宙の平和を守ることでしょ。そうよ、太郎。この広い宇宙には平和を愛する人々がたくさんいます。でも逆に平和を乱そうとする者も少なくはないのです。それが悪い怪獣なんだね。そうだ、彼らはこの宇宙の歪みが生んだ邪悪な存在だ。ウルトラ戦士は宇宙の平和を守るため宇宙の歪みを正さねばならない。そのためには知恵、勇気、愛を知り、そして肉体を鍛えなければならない。お前が本当のウルトラ戦士になるためには様々なことを学び、厳しい訓練を受けなければならない。わかるな？うん、僕どんなことがあっても頑張るよ。
いもんだ。だけどこれだけやれるのに、なぜ父さんは私を一人前だと認めてくれない。おっ、訓練中に余計なことを考えていたな。少し油断しただけです。その油断が死を招く結果になるのだ。そんなことは分かっています。分かっているのならなぜ油断した。父さんが私を一人前だと認めてくれないからです。ジャック兄さんやエース兄さんはもう地球で活躍しているというのに、どうして私だけまだ訓練を続けなければ。